はいどうも、平井です。どうも、海野です。今日なんですけども、今年のね、8月に発売されていた、ナイキとオフホワイトのコラボなんですけども、ザ・50コレクション、ダンクローなんですけども、紅茶の方がね、最終的に発売されたストック数というか、販売数というのが、なんか情報出てきてますので、そうですね。改めてそのあたりをね、今日ちょっとやっていきたいなと思います。このチャンネルでは、スニーカーやファッションに関する陸情報や、最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方がお済みでない方は、この機会にチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。声をお願いします。我々ツイッターとインスタグラムの方やっておりますので、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。はい、はい、暑いっすね。なんでそんな着てるんですか、今日。なんでそんな着は暑いなんですか。そうなんですよ。僕半袖ですよ、これ。はい。昨日発売された、ホワイトマウンテニアリングと、ユニクロのコラボの、ウルトラライドダウンなんですけど、届きまして、本日。ああ、そうなんですね。はい。持ってきてるんですけど、まあちょっと軽く着てみたっていう感じで、ああ、そうなんですね。これについての説明はね、明日以降の、動画でちょっと詳しくやりたいなと思うんですけど、こんな感じで、僕、Sサイズで買ってるんですけど、結構いいですよね、これね。形で。そうなんですよ。一応ね、この前身頃のボタンを全部、スナップになってるんですけど、はい。でね、後ろ身頃がやっぱり少しだけ、分かるかな？ちょっとだけ北に斜めに。ああ、そうですね。はい。こんな感じで、ちょっと着てみたんですけど、暑いっすね、でも。はい。でもこれ、ちょっと気に入りました、でもこれ。はい。なんだったら、色違いで買ってもいいかなっていう、このぐらいの感じなんですけど。ちなみにこれ、フィアレスは、カキの柄をね、あ、そうなんですよ。買ってるんですよね。僕まだね、届いてないんですよ。はい。早速ちょっと着てみたんですけど、やっぱりまだ暑いっすね。そうですね。この家めっちゃ暑いんで。ちょっと焦げそうになりました。脱いですかこれ。いいですよ。暑いんで。はい。じゃあちょっと脱いでから、はい。オフホワイトのナイキダンクローのザ・50コレクションの最終報告についてやりたいなと思うんですけど。はい。あ、着替え張ったんですね。あ、そうです。さすがにちょっとね、暑いです。はい。はい。じゃあ早速なんですけども、50コレクションの方なんですけどもね。そうですね。はい。リクアカウントサイトは言ってたんですけど、言ってたところっていうのは、コンプレックスっていうサイトがあるじゃないですか。はいはい。そこでやってる GM の方が言ってた報告になるんですけど、ちょっと見てもらいたいんですけど、このザ・50コレクション、8月9日に海外で、発売の方が始まりまして、約1週間ほど最初あったんですよね。そうですね。はい。で、その後、もう終わったのかなと思ってたんですけど、9月の8日あたりに海外の方でまた発売されて、日本の方でも少しだけね、限定オファーっていう形で発売されたんですけど、そうなんですよね。はい。出ての、リリースされた数っていうのが、一応、結果なんですけど、50万足って出てるんですよね。前にね、リーグでもそんな話は一応出てたんです。そうなんですよ。はい。フィアレスが以前ですね、1カラーにつき1万足じゃないかっていうリークをやってるので、まあ、単純に50かけたら50万足ですよね。はい。まあ、そのリーク通りだったと言いますか、まあ、結果の報告として出てるんですけど、50万足って来てるんですよね。なるほど。はい。で、今回、この発売された、オファーを受けた方の条件なんですけど、これに関しては、ナイキの CEO が、だいぶ前にも、これについてお話してるんですけど、おさらいという形でお話したいんですけど、過去2年間に、オフホワイトとナイキのコラボのコラボレーションの抽選に外れた方に対して、まあそういった、スニーカーズのアカウントに対して今回オファーが来てるっていうのは条件にしてるんですよね、これね。なるほどね。はい。大体それ 90% ぐらいの方がそういった対象で来てるっていう話なんですよね。なるほど、なるほど。はい。で、僕来なかったのは、まあよく考えると、この2年間に一応オフホワイトとナイキのコラボ、スニーカーズで変えてるなと思いまして。2019年の12月頃に確か一足変えてるんで、ちょっと今名前出てこないんですけど、はい。なんで、もしかしたらそれで僕は対象外だったのかなと思うんですけどね。そうなんですね。はい。僕の方はね、スニーカーズで、オフホワイトのコラボ当たったことはないんですよ。あ、そうですよね。はい。どちらかというと、他の海外のサイトからちょっと使ったりとかね。はい。そういうのはあったんですけど。書いてはいるんですけど、日本のスニーカーズで書いたことはないですよね。そうなんです。でも当たらなかった。そうなんですよね。ってことは、言ってた 90% じゃない 10% の人ってことですよね。もう悪いですね。そうなんですよね。結局僕らね、これ買えてないですからね。全世界でね、50万足あったんですけど、僕ら買えなかったですよね。まあそんなね、今後オフホワイトとナイキのコラボで、ちょっとやっぱり来月楽しみなのが、やっぱりこれですよね。AJ2 ローとオフホワイトのコラボで、ホワイトとブラックのこの2色なんですけど、これが11月12日に発売されるんじゃないかっていう話で、まあ今のところスニーカーズとかにね、一応特設ページとか出てきてるので、はいはい、発売近いんじゃないかって言われてるんですけど、うん、まあこれどっちが欲しいですよね。欲しいですね、これね。はい、で、これについてですね、2022年になると思うんですけど、はい、オフホワイトとブレザーローのコラボで、うん、またこのホワイトとブラックのタイプがあるんですけど、はい、見てもらったらこれ持ってる方の投稿で、こういったものが出てきてるんですけど、はい、まあこれも楽しみですよね。これも楽しみですね。で、オフホワイトとナイキダンクローの、まあ、話の流れでですね、ヒュージラとのコラボあったじゃないですか。ありましたね。はい。UNCカラーと、うん、まあオレンジのカラーのこの2足があったんですけど、はい、これがね2021年に発売されるんじゃないかっていうリークを、うん、確かね僕ら1月ぐらいにやってるんですよ。そうですね。はい。でこの2足っていうのは2019年の6月ぐらいに、パリのファッションウィークで確か初めてお披露目されるようなモデルになるんですけど、ね、はい、これがね、今年発売されるんじゃないかっていう話があったんですけど、うん、先ほどあるリーガーカントサイトの方が、うん、これ、バージル・アブロー自身が、うん、まあ、ヒュージラもそうなんですけど、そのフレンズ&ハミリーとかで配った残ってる他のペアが、そのオークションにかけられるんじゃないかっていう話でしたね。ああ、そうなんですね。はい、チャリティーオークションに今後かけられるんじゃないかということで、うん、発売されないんじゃないかなっていうふうな感じの、まあ、ニュアンスで取れる感じでしたけど。まあそうですよね。はい、まあね、僕らの現時点でオフホワイトのコラボという意味では、AJ2 ローのね、コラボがやっぱり一番気になるということで、また今後も発売情報とかね、推薦情報いろいろ出てくるかと思うので、また情報出てきましたら、動画などでお伝えしていきたいなと思いますので、気になった方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは本日は以上となります。フェアレスでした。カイノリスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.